おはようございます。吉田です。今回はですね、このドバイからお送りします。最高の朝日を眺めながら、今現在5時、半を切りました。こうしてね、いろんな世界各国の自然という太陽、そして、いろんな建物を見てきます。太陽というのは全くどこに見ても同じなんですが、建物だったり、世界だったり、気候だったり、いろんな環境、そしてね、自分が足を踏み入れて、投資していった中の一つなんですね。で、どこで見るかはその人たちによって感覚的に言えば環境が違ったりとかするので、考え方、捉え方が違ってきます。そういうことを一つ一つの積み重ねが一つの成長だったり進化だったりすると、あなたもね、きっと今やりたいことどん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 やってね、もっともっと突き進んでほしいと思います。失敗はいっぱいあると思いますが、それは絶対に改善すると思ってやっていけば、必ずゴールが見えてきます。ゴールがね、見えてくるとね、満足せずにそのまま突き抜けてほしいです。で、そして新たなまたゴールを作ること、まあ、途中で休憩してもいいかもしれません、ゴール達成した後は。で、さらにね、どん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 活躍して、もっともっと運命はね、共同体なので、輝いてほしいと思います。そんなあなたに今日はこのドバイからメッセージを送ります。はい、今日もここまで見ていただいてありがとうございます。それではまた、引き続き動画をね、いっぱいアップしていきますんで、ぜひ見てください。はい、吉田正志でした。